レツミは高校時代チームメイトの不祥事により甲子園出場を辞退する羽目になり、不祥事を起こした選手もプロ野球選手になっていて、その選手は中日やソフトバンクに在籍した中澤選手。レツミは順位が決定していないペナントレース中に先発投手としてマウンドに上がり、打者1人をセカンドゴロに抑え、その後の引退セレモニーで新人時代の監督であった堀内から第2、第3の内海を育ててほしい、それも西武ライオンズでやってほしいと芥太郎らしいコメント。